Thank <laughs> you. で始まりましたはい、では、言ってますねえ。前回は2018年のね1個目だったんですけど、今回は2018年の2つ目をやってみたいと思いますね。はい、read the short sentences 1 through 5 below. ですね。はい、1から5の部分を見なさいと。Inderline In d parts contains a mistake はいアンダーラインされているものの1個にミステイクがあると。mark the number of that part 1 through 4 on your answer sheet. マークシートにこうやってマークしなさいと言って。で、if the sentences is correct as it is. ではその そのままでその分が合ってんだったら m ー r k 0という形で0をつけなさいというですねつまりノーエラーがあるバージョンと同じですね早稲田のねはいだから間違いなしっていうのもあるっていうね非常に厄介な問題になってますそれでは行ってみましょう では行きましょう。1番ですね。He was made to train too hard by no good reason という風にやってますね。はい、まずですね、まあ明らかにおかしいんですけども、一応見ていきましょう文ね。He was made to train。はい、これ問題ないんですよ。大丈夫ですかもちろん元々の形を考えれば、made him a train なわけですよね。こういう形になるわけなんですが、それの受け身ですね。こいつ SVOC で受動態になる場合は、He was made to が必要になりますね。 ここ、もともと原型だったやつに to が必要になりますので、これで合ってるんです。はい。彼はトレーニング無理やりさせられたってなってます。で、train って言うと、え、train って他動詞なんじゃないのそれは訓練するなんじゃないのっていうんですね。まあ確かにその意味もありますね。でも自動詞で訓練を受けるって意味もあるんですよ。だから全然問題ないですよ。彼は訓練を受けさせられたんですね。で、by no good reason ですね。はい、これです問題は。by ではありません。for ですね。for no good reason ですね。for と reason 相性がいいって知ってる人多いじゃないですか。ね、for this reason この理由でとかっていうね。 やっぱりどれだけ頭にねフレーズが入ってるかっていうので答え出せるかっていうのが決まってくるわけですね多くの問題ね難関大学なんかはそうなんですよでいつも自分が教える時はいいですか reason」っていうのは頭にも「for」が来れるし後ろにも「for」が来る「for」と相性がいいんですよだから「for the reason」って言ったりするし「the reason for 何々」とかねなんとかの理由っていうのが出てくるから覚えておきなさいってねよく授業でいいんですけどこれが理由ですどっちも問われることがあるからですね前が空欄になったり後ろが空欄になったりすることもあるしこういうふうに間違い探し問題で出てきたりするんですよはいということでじゃあ間違いないように気をつけてください では、アニメも行ってみましょう。 はい、では行きましょう。A strong objection was raised by a few countries in Asia, such as North Korea and China.A strong objection ですね。すごい強い反対ですね。っていうのが、was raised で、r a i s e えー、ダメなんじゃないのってあげるとか意味わかんないと思うかもしれないですけど、いいんですよ。raising objection ですね。これで、異論を出すってことですね。とかまあ、よく提出とか言われますね。raise a question で疑問を提出とかってね。そういう風うに異論が出される時にも raise っていうのは使えるわけですよ。だ raise って気をつけてくださいね。あげるとか、あとは raise children 子供を育てるしかしな 知らないのダメですかかねレイズマお金を集めるとかこういうふうに疑問とか異論を提すみたいなねこれも出てきますから難関大ではそこまで覚えておかなきゃダメですで Very few countries ねはい数カ国ですね23の国と In Asia アジアので Such as North Korea and China もうアジアのああいう国ですねっていう感じね Such as、はい、も問題ないですね A&B も何の問題もありませんということで間違いはありませんので答えはゼロになりますはい続いていきますね 横浜ああ私は一番長く住んでいたところですね is t a most pleasant place to work as well as live in っていう形になってますねでこれね、うん、最上級じゃないですかだからこれあじゃなくてだですよね ってううんんでですすけどあもう使ええるんですよこれね、えー、何それねそわかります。アモース e プレ a ントって何そんなの,いやの最上級の時はザ e でしょダ e モーストなんじゃないの世界で一番なんじゃないのみたいなね思うかもしれないですからアモ、えース e プレ a ントでも OK なんですよこれねでこの場合は Very みたいな意味で、a、Very ・プレ a ントみたいな意味ですねただアモースト・プレザントのほうが圧倒的に硬いですだからいろんな人に聞いてみたけどやっぱ OK だっていう人といや言わないでしょこれ間違いでしょっていうネイティブも分かれてましたやっぱこの表現知らない人とか見たことない人に ととっってて間違ってると思うんだよねだこんな問題問うなよって思うんですけど、まあ、しょうがない出てきてしまうからだから硬い表現だとはまあ使うことあるよっていうふうに言われました快適な場所であるとは「働くのに」って言ってますで「as well as live in」「as well as」っていうのはですね、まあ、and に近い、ね、一応なんか後ろから訳せとかって習いますけど、まあ、あんまりそんなの気にしなくていいですでそれよりは気にしなきゃいけないっていうのはこういうふうに動詞が並んでるとかそういうのも OK であるっていうのを知っておいてくださいあの主語動詞はダメですけど SV はダメだけど形容詞が並んだりとかも普通にしますからねそうだから 全知識って覚えてるとなんか名詞が絶対後ろに来るんだって覚えちゃってる人がいるんですけど基本的にアンドみたいなもんだって覚えておけば動詞が2つ並んでても何とも思わないですよねこれまあインが両方 to work in と to live in っていう形ですね、A、Pleasant place to work in と The pleasant place to live in ですね別にインがなくてもいいですよインなきけ絶対ダメですって教える人も結構いるんだけど The place to live in でインの後ろが欠けてる状況にして前に書きなさいって言うんだけど The place to live ってめちゃくちゃ言うし The place to work 全然問題ないですねでむしろインがない方がいいって言われたことありません留学中に ブみたいにねネイティブの友達が喋って「え俺ら The place to live in」で「in」つけなきゃいけないって習ってたんだけどって言った時に「え うん別になくていいし、むしろない方が普通じゃねって言われたのを今でも覚えてますね。まあ文法っていうのはね、変わるものですからね。で、あと入試で問われるポイントとしては、プレザントですかね。人の場合だったら、ほら、I'm pleased じゃないですかで。人はその感情を受け取るっていうので、その逆で pleasant っていうふうになるわけですけど、でこれが逆にされてるとかっていうこともありますね I'm pleasant になってたりとか、ここに pleased place とかっていうふうになってたりとか、そういう形で出てくることがありますので、気をつけてください。はい、では4番目行きましょう。 The article 9 of the constitution should be amended. なんて政治的だ。<laughs> なんて政治的なメッセージを慶応大学は送るんだって思いましたけど、はい、The article 9はダメです。article 9ですね。はい the、constitution してますコンスティ t u t シ o ンっていうのはそう、憲法ですね。だからこれ憲法9条です。憲法9条は should be amended。改正されるべきだ。 って書いてますね。なんていう政治的な発言でしょうね <laughs> って思うんですけど、ワオって思いましたけど、アメンド変えるっていう意味ですね。まあ、難関大だったら知っておいた方がいいし、トイックでも出てきますね、普通に、ね。アメンドの「あ」の音が消失してできたのが、あの、直すっていう意味ね。メンドっていうやつね。まあ、イギリスの方が多いですかね。メンドって使うのね。フェックス・レペアみたいなね。意味で出てくるやつだったりとか、あとまあ改正アメンドメントとか。 こんなのもね、あったりしますね。まあ、法学部ですからね。法学系の単語になってるわけです。で、アレコとか、コンスティテューションはもちろん法学部だったら知らなきゃいけない単語です。で、それ以前にですね、ポイントとしてね、出てきているところが何なのかというと、このですね、監視がつくかつかないかっていうポイントですね。これ、9の方を前に出すと、The 9th Article になるわけですよ。The 9th Article of the Constitution っていうふうになるわけですね。憲法第9条ってなるんですけど、このポイントって問われること結構あるんですよ。このア いいう単語ででは出てこないんですけど第一次世界大戦、第二次世界大戦という形で非常によく伝えされるんですね。なんていうかわかります、ね、英語で、えー。World War I ですね。w a r って発音しますね。War じゃないですね。これね World War I っていう形になるんだけど、はい、これが The First っていうですね、助手詞、助手詞じゃない、助数詞を使った場合どうなりますか こういうふうになりますね。The first world war っていう形になるわけですよ。この場合はザが必要なわけですね。定数詞がくっついている場合は必要なんです。だから同じように、world war 級っていうのは、定数詞を使って言うと、そう。 The Second World War ってやつねこれはめちゃめちゃ出てくるわけですよ、いまだに。2020年とかになっても、出題されるわけなんですよ。こんなのずっと昔から出題されてるのに、いまだに出てくるわけですね、この助数詞ややこしい問題ってやつですね。まあ、それの応用版です。The9th article なのか、アーリッな9なのかっていうですね、同じポイントが実は問われてたわけですね。ちゃんとね、そこに気づけたかどうかですね。はい。では最後の問題です。 はい、いきますね The monitor didn't turn on nor did the brand new keyboard seem to be working.The monitor がつかなかったと。で、nor did これも何々ではなかったよっていう風に nor が来てますからえ後ろに浄土詩的なキャラクターね置けるわけです。nor did the brand new k e、ま、y、あ、b r a n d new ねこれ1号になってることが多いと思いますけどね。これ2号でちょっと書いてありますね。最新のってですね。ハイフン拭いてある時もあるしもう1号になってることが多いですけどね。brand new 新しいキーボードも seem do はダメですね。もうだってここに Did いらっしゃる。 あるじゃないですかデ i d っていう過去を表す表現がいますからこっちは seams じゃなくて seam にしないとダメです seam to be working にしてくださいはい seam to do ですねなんとかのようであるとで s e e m to be working っていうふうに機能している動いているってですね F から始まる単語でいかれるとそうファンクショニングですねでノアがくっついてあるから機能していないようだったよって言ってるわけですねはいモニターも使わないしキーボードも起動してないよ はい。スイム2の後ろに別に進行形置けますよ。全然問題ないですよあ。だから英検のね、描写問題だったりとか、トイックスピーキングの描写問題とかでも使える表現ですよ。よく自分自身使いますね。スイム 2B なんとかとかっていうので、ね、使うこともできますし、大学受験のライティングの問題ですね。あの、描写するやつね。絵とか描写したりとか、写真とか描写する問題でもこれ使える表現ですね。こうしているようだとかって言えるのでえ、ぜひこれは知っておくといいと思いますね。はい。という形でやっていきました。まあ、いろんなね、ポイントが問われてたと思うんですけど、そうですね。やっぱちょっと今まで習ったもののね、応用力というか、そういったものも必要になってくる かなっていいう印象だと思いますね、まあ、特にね、もうエラーなしっていうのが出てくる場合は本当に厄介ですよね。自信満々でね、選ぶの大変だと思うんですけども、間違いなしっていうときでも、もう自信を持って選べるよね。もう間違い見つからない。だからもうノーエラーに決まってるっていうふうに思えるぐらいの実力をつけてですね、受験に臨んでほしいですね。自分が見つけられなかったら、もうそれはノーエラーに決まってるって思いながら、ボン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 いけるようにしてください、ね。もう分かんなかったらノーエラーにするわけですけどえ、かといって、分かんない、ノーエラー、分かんない、ノーエラー、分かんない、ノーエラーとかってやってないでね、ノーエラーだらけにならないように気をつけてくださいね。はい、ということです。 分難しかったりするわけなんでしょうねはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします